チャンス、 Go go let's go、 エルコちゃんどんな時も頑張る Go! You're listening to FM 八日市 76.1. Hello everyone, how are you doing? エルコちゃん Times has just started. This program is brought to you by エルコ Company Limited, publishing NHT 西広島 Times.We will send you energy, excitement, smile and happiness. 皆さんこんにちは。エルコちゃんタイムスが始まりました。この番組は西広島タイムスを発行している株式会社エルコの提供でお送りいたします。皆様に元気、ワクワク、笑顔とハッピーをお届けします。広島市の西区、佐伯区、廿日市エリアで11万部以上発行している西広島タイムスの最新情報をお届けする番組です。番組最後にプレゼント応募のキーワードを言います。そのキーワードを LINE の西広島タイムス公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。あとはがきでも受け付けます。宛先は最後に言いますね。本日のパーソナリティは株式会社エルコ代表のエルコちゃんこと沖野ありさです。よろしくお願いいたします。今日も FM 廿日市のスタジオでゲストさんをお迎えして頑張ります。本日のゲストは株式会社ひなた小田康弘さんです。後ほど詳しくご紹介します。 I'm gonna do my best! エルコ頑張るこー、ヤックも頑張るこー、イエーイヤックも頑張るこということで、はい、後ほどヤックをご紹介します。エルコちゃんの口癖インスタグラムで時々つぶやいてますのでフォローしてくださいね。エルコちゃんを探せのコーナーとかあってね、ちっちゃなちっちゃなエルコちゃんを見つけたらいいことあるかも。ついでにエルコちゃんの LINE スタンプ第1弾第2弾もよろしくね。西広島タイムスからのお知らせ。はい、まずお知らせしたいのがワクワクウォーキングクイズラリー in 宮島ということで、今パンフレットが目の前にあるんですけれども、皆さん行ってもらえましたでしょうか。今このコロナ禍で何か体を動かして、まあ、地元をね歩いて健康になって、はい、楽しもうという企画です。もうね、実はここにあの歩いてくれた人のアンケートがあるんですよ。はい、とても素晴らしいイベントでいい運動になりました。クイズまで楽しかったです。次回も企画してくださいね。期待して待ってます。あとは何度も何度も宮島に来ていますが、知らないことをたくさん知ることができ新たな発見ばかりでした。宮島のことがよく勉強になりました。あともみじまんじゅうをたくさん買いましたという人とかね、あとはすいませんね、6番と7番の設置場所がわからなかった、リベンジします。ちょっと分かりにくいですね。でもね、あの諦めずに何回も挑戦してみてくださいね。今こちらに手元にあるのがもう123通来ておりまして、まだ今週分はあのまた取りに行かないといけないんですけど、本当に新たな発見で、ヤック見てますか、この見てください、この、あ、見てます、はいはいはい、はい、どうですかウォーキング。そうですね、運動全然してないんで参加してみたいなと思いましたそうね、さっき階段登った時にハーハー言ってました。いや、もうハーハーって息がすごい上がったんですよ、はい、なのでウォーキングですよ。そうですね、はいはい、宮島 ね、はいはい、ぜひ行ってみてくださいね。はい、それではちょっと一面見てくださいよ、はい、今週号の、はい、どうですか。夫と妻の家事シェアがうまくいくコツですって。おー、ちょっと耳が、はい、はい、どうですか、家事はしてますか。そうですね、家にあまりいることがないんですけれども、はい、いるときはですね、まあ、最低限、はい、あの皿洗いとか洗濯とかはできてるかな、はい、すごいじゃないですか、と思いますということにしておきましょう、はいはい、いや、はい、素晴らしいわ。はあ、家事はね、朝から晩まで毎日続くということでね、名もなき家事を夫婦で一緒に考えようという企画がありますので、こちらは整理収納アドバイザー内田文先生がアドバイスをいただいてます。皆さん読んでくださいね。はい、それでは、3ページ目、いきなりちょっとプチタイム正会話が出てきたのでやりますね。 Let's go walking. The other day I walked from Hongo Station to Butsuji and backWow, how long was the walk? It was about 15 kilometers round trip. Really? That's a long walk. Not really. You can enjoy the beautiful view and fresh air. You can go with your friends and chit chat. Yeah, I'm sure it will be fun to go with a friend. I'll definitely give it a try. You better do that.
ということで今回は、実は本郷から仏通寺までのウォーキングのお話でした。こちらね、私本当に歩いたんですよ。すごい、すごいですね。15キロ歩いたんです。はい、そのお話がありますので YouTube でね、はい、動画が見れますので QR コードを読み取ってみてください。実際に歩いた道とか、紅葉のね癒し動画が見れますので、はい、見てくださいね。はい、もうたくさんたくさん。次は気になる記事ありました、やっくん。そうですね、うん、例えばケーキ、ね、クリスマスですからね、すごく美味しそうなケーキがたくさんありますね。どれが好きですか。そうですね、うん、私チョコが好きなんで、うん、いちじくさんの、うん、これ言っていいんですかね。いいですよ、いいですよ、モンブランチョコケーキ。あー、美味しそうですね、美味しそうですね、うんうん、私はね気になったのが小次郎寿司さんが出している抹茶ブッシュドノエル。あ、美味しそうですね。抹茶美味しいですよね。抹茶美味しいですよね、うん、あ、全部言いたいね、はい、高岡さんとルトレフルさんと、うん、パティスリーパック本店さん、はい、そしてあすごい長い名前、あコンディトライフェルダーシェフさんね、すごい、うん、合ってるかしら。かっこいい。ということで、まあ、はい、皆さんクリスマスケーキの特集がありますので見てください。あと気になるのありました。そうですね、うん、あキラキラ輝くレディース、三津広ひかりさん、はい、舞踏家であり理学療法士さんみたいですよ。ぜひうちに PT さんとして、うん、そうですね、呼んでください。すごい、まあかっこいいよ。兄弟生とテーマパークダンサーであって、うん、やらない後悔よりやって後悔、はい、かっこいい、うん、まずやってみるってことですよね、うん、そうですね、うんうん、私もやらない後悔のことが大嫌いなので、はいはい、やります、ね、と見習ってください。またこちらも動画があるので見てくださいね、はい、はい、で気になったのが、あ最後のページ、この切り花見てくださいよ、はいはい、あすごく綺麗です ね、これが5000本を廿日市市が市内のホテルなどに5000本のバラを提供したということですね、はい、まあ、こういう時だからね、こう助け合いというかね、本当に助かりますね、そうですね、うん、心温まる記事ですね、はい、はい、まあすごいあっという間だわ、はい。空の下のビーチバー、夕日も最高、江田島海の巣スパ&リゾート。え、何の巣。海の巣。今週のエルコちゃんが会いたい。はい、本日のゲストは株式会社ひなた代表取締役小田康弘さんです。康弘さんというか、やっくんこんにちは。こんにちは。はい、先ほどからやっくんやっくんって言ってますけど、はい、私の息子とね同じ名前なんですよ、やすひろって。すごいです ね、ちょっと漢字はちょこっと違うけど、はい、やっくん同じですよ、やすひろ。ダブルやっくんですね。ダブルやっくんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまずは詳しい自己紹介をお願いいたします。はい、小田やすひろと申します、株式会社ひなたという法人で、代表させてもらっております。そうですね、本当いつもお世話になってます、はい、いつもいろいろとお世話になっております。こちらこそもうすごくお世話になってる。まずは日向がどういう活動をしているか、はい、どういう会社なのかというのを、はい、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、主に2つやってまして、うん、1つは衛生消耗品の販売を行っております。少し時系列でお話ししますと、はい、約8年前なんですけども、次亜塩素酸水ですね、うん、我々商品名プーキープロケアというものなんですけども、うん、こちらの販売で、起業をさせていただきました。で、現在はですね、うん、はい、約1000社の医療介護福祉施設さん、簡単に言うと病院さんや特養さんですねに、消毒液を中心に衛生消耗品を卸させてもらっております。あ、そうですか、はい、なんかすごくいち早くないですか。今でこそ次亜塩素酸水って分かってますけど、はい、その当時って8年前って、はい、そこまで、ね、いや、まあ、むしろ、まあ、ほとんど知らない人の方が多かったので、はい、まずは広めて、いい商品ですので使っていただいて、うんうん、感染症対策にお役立ちいただくっていうところで広める活動、うん、知っていただく活動から始めさせてもらいました。そうですか、はい、今ではね本当引っ張りだこというか、なくてはならないものですよね。はい、すごい、はい、それでは他にはどんなことをされてますか。はい、そうですね、あとは、医療介護福祉サービスを我々も提供させてもらってまして、うん、一つは、訪問看護、西区の、高須ですね、うん、で訪問看護、を提供させてもらっております、はいはい、あと近隣の観音なんですけれども、はい、こちらでは児童発達支援
と放課後等デイサービスといいまして、発達障害をお持ちのお子様にですね発達支援の、サービスを提供させてもらっております。素晴らしいですね。頭が下がります。とんでもないです。では現在の活動状況というか、はいはい、教えてください。そうですね、主に2つあるんですけども、うん、もともと創業しました消毒液ですね、うん、こういったところでやはりあの利用者様や子どもさんを、守る感染症から守るっていうところからですね、うん、寄付の活動とかも、まあ、メーカーさんのねあの協力、うん、全面的な協力がありまして、うん、先般の広島市さんに、うん、約90カ所の保育園さんですね、はい、90カ所に、はい、に次亜塩素酸水をプキプロキャという商品をですね、うん、寄贈させていただきました。まあ、はい、素晴らしい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。なかなかできないですよ、寄付とか。とんでもない、まあ、うん、やっぱりメーカーさんがねあの協力してくれてるので、うん、まあ、おかげさまで。すごいですね。はい、いえいえ、ありがとうございます。なんか市長さんから表彰されたとか。あ、そうなんですよ、うん、多分この先もないかと思うんですけども、うん、広島市長さんに、うん、まあ、表彰していただいて、うん、おめでとうございます。いえいえ、ありがとうございます。すごい。そしてなんか今日は特別に、はい、なんかリスナー様に、ね、リスナー様にですね、はい、プレゼントをお持ちしてまして、まし感染症対策にお役立ちいただければということで、うん、プーキープロケアのですね、400ミリスプレー、こちらは10名様にご用意させてもらっております。10名様にも、はい、はい、まあ、ありがたいですね。ありがとうございます。素晴らしい。でなんかこのエビデンスというか、そうですね、はいはい、あの証明書をしっかり取っておりまして、うん、ね、例えば、はい、あの殺菌の試験だったりとか、うん、ウイルスをやっつける試験ですね、うん、こういった殺菌の試験から、あとは安全性を証明する、まあ、目に入っても安全とかですね、うん、吸い込んでも安全、こういうふうなエビデンスもしっかり、うん、か両面から取っております、うん、なるほど、はい、私もね消毒マンになっちゃって、どこ行ってもシュ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 やって今手が荒れてるもの、アルコールです、ね、いい商品なんですけれどもいい商品なんだけど、そうなんですね、ちょっと手をねやりすぎてしまいますね、はい、はい、そうですね、まあ、そういった点では我々の商品ですと、まあ、手荒れをしませんので、うん、弱酸性ですので、うん、はい、まあ、アルコールも使いながら次亜塩素酸水も使っていただくと、うん、いう形で併用でもいいのかなと思います。いいですね、はい、はい、もう本当にありがたいですね。ははは、なるほど。では、はい、そうですね、これからのこうしていきたいとか、はい、夢とかありましたら教えてください。そうですね、うん、あの今の事業活動の一つなんですけれども、うん、7月に中区こんなにですね、うん、訪問看護をオープンさせていただきまして。そうですか、はい、ここでもおかげさまで地域の利用者様に医療サービス、うん、在宅サービスを提供させてもらっているんですけれども、うん、やはりあのなかなか働き手が今こう少ないと言われている中で、うんうん、あのなかなかですね人にちょっと、まあ、人材ですか、人材不足ですので、うん、はい、まあ、そういったところで、まあ、人にとたくさん来て職員さんに来ていただきたいなというところがあります、うん、我々あのいい介護医療サービス、うん、ケアを提供させてもらっていると自負してますし、うん、あるいはいい商品を施設さんに提供させてもらってるんですけれども、はい、やっぱりそれをお届けするのは職員さん人だと思うんです、うん、ですから今こう働いてくださってる職員さんがですね、うん、本当に日向で働いてよかったなとより強く思っていただける、うん、はい、そういった環境をですね本当まだまだなんですけれども、うん、職員の皆さんと、そしてまあこういうふうに、支えてくださる地域の皆さんとですね一緒に作っていきたいなというふうに思っております。私も見ましたよ、ホームページの中に、はい、一人一人の笑顔を大切にって、すいません、ありがとうございます、はい、見ていただきました。大切にされてるっていうことを書いてあって、う、ね、もう、はい、本当に今日もね笑顔が素敵なんですよ。ありがとうございます。爽やかで、はい、もう優しさがにじみ出てる、はい、本当ですか、はい、もう、ありがとうございます。優しいオーラのこの笑顔がね、はい、もう、はい、皆さん伝わってますか、もうニコニコでね、だいぶ緊張してるんですけど、ね、そうそうそう、ほぐしてほぐして、はい、で先ほどの7月にオープンした中区港南の訪問介護施設の YouTube ね、はい、私どもが作りましたよ ね、 そうですよね、作っていただきまして、どうも、はい、ありがとうございます、ね、作りましたので、はい、ぜひそちらの YouTube も見ていただけたら、見ていただけたらと思います、ね、感じがわかる、こんな感じ、ね、っていうのがわかるから、はいはいはい、お願いしますね。お願いします。広島タイムスの YouTube で日向さんのがありますので見てくださいね、はい。あとその他言い忘れたこととかないですか？あ、そうですね、先ほど夢と重複しちゃうんですけども、うん、やっぱり、職員さんがまあ働いてよかったっていうふうにね、うん、一人一人思っていただく、そういうふうな環境をやっぱり作っていきたいなと思います、うん、はい、はいはい、ですね、まあ、そういうふうな笑顔の輪を、ね、うん、広げていきたいなというふうに思っております。はい、あと職員さんの募集とかありましたら。あ、そうですね、はい、はい、具体的に言いますと、はい、日向観音というところではですね、はい、児童指導員さんや保育士さん、はい、こういう形態で言いますと、非常勤さんを募集をして
ております、はい、であともう少しいいです、はい、いいですよ、ありがとうございます、募集してます、はい、訪問看護なんですけれども、うん、はい、江南の、訪問看護日向吉島と、高校にあります日向、ごめんなさい、高須にある日向高校ですね、はいはい、こちらで高須にある日向高校さんと、はいはい、と、江南にあります日向吉島で、日向吉島、はい、看護師さん、はい、理学療法士さん、作業療法士さんですね、はい、こちらの常勤さん非常勤さんを共に募集しております、はいはい、募集しておりますので、はい、皆様、はい、ね、ぜひ、はい、ぜひご応募、はい、見学だけでも、見学でもいいんですよね、はい、はい、結構ですので来てください、はい、よろしくお願いします、お願いします。ボストンで人気ナンバーワン、モンドセレクション2年連続金賞受賞、広島名産のレモンをぎゅっと閉じ込めた広島レモンスティックケーキ、頑張った自分のご褒美に、またお土産にも最適、ぜひボストンへ。今月のプレゼントは海のススパンドリゾート入浴券ペア10組様と、株式会社ボストンプレミアムレモンスティック5個入り8名様、そして本日のゲストの株式会社日向さんのジ亜塩素酸水 400ml プーキープロケアを10名様です。パチパチパチ、まあたくさん持ってきていただいて、しかもね、重たいのに全部持ってきていただいて、はい、本当にありがとうございますね、ありがとうございます、はい、それではキーワードを言いますよ。ハッピークリスマスエルコちゃん、エルコちゃん、ハッピークリスマスエルコちゃん、はい、そうです、はい、こちらの、キーワードを LINE の西広島タイムズ公式アカウントより入力して申し込んでくださいね。ちょっと時々英語が出ちゃうんですけど、 Please apply for this official account of NHT 西広島タイムズ with this keyword Happy Christmas エルコちゃんです。言ってみちゃった、はい、それではあとはがきでも受け付けます。郵便番号 733-8675 西広島タイムズエルコちゃんタイムズプレゼント係まで、住所を書かなくてもこちらで届きます。締め切りは12月31日までです。はい、それでは今日はちょっとだけ、英会話のおさらいをしたいと思います。はい、先ほどねウォーキングを15キロやったって言いましたでしょ、はい、絶対にやってみてよって言って、うん、うん、じゃあ絶対に行ってみるよっていうのをやりますね。はい、I'll definitely give it a try. I'll definitely give it a try. Yes, give it a ってちゃんと言えてるじゃないですか。すごい。言えてました。あ、そうそうそう。よかったです。絶対に言ってみるよが、I'll definitely give it a try. Give it a try を早く読みますね。I'll definitely give it a try. はい、皆さんもね、練習してみてくださいね。これ絶対に言ってみるよっていうのを使ってみてください。はい、もうすぐ。たくさん言いたいことあるんですけれどもね、本当に、笑顔の素敵な、はい、日向さん、最後にリスナーさんに何か一言メッセージがあればお願いいたします。あ、はい、すいません、まずは今日はお呼びいただいてありがとうございます。そしてちょっとグダグダで本当ごめんなさい。あ、そんなことないですよ、ありがとうございます。そんなことない、全然大丈夫です。すいません。で、はい、そしてですね、我々あの日向社名の通りですね、うん、まあ、日向になってこの医療介護福祉業界のみならずですね、うん、まあ、しっかりと地域をこう日向になって照らしながらですね、うん、はい、皆さんあと一緒にこう笑顔をたくさん作っていきたいなというふうに思っておりますので、皆さんで一緒にこのコロナ禍乗り越えていきましょう。今日はありがとうございま す、はい、ありがとうございました。で、私でちょっと一個聞き忘れた、さっきのゆずの栄光の架け橋、はいはい、これはどうして選んだんですか。あ、そうですね、やはり、うん、あのこのコロナ禍もそうですし、うん、まあ、自分のこう人生振り返ってみても、うん、やっぱりいろんな人の支えがあって今があるっていうところですし、うん、この歌の通りですね、こう進めばこう光が見えてくるっていうように、うん、まあ、進むしかないなと思うんで、うん、はい、この希望を、うん、あのしっかりこう表してくれる歌だなと思って選ばさせてもらいました。うん、なんか聞き惚れちゃいましたね。すごい良かったですね。はい、もう本当ありがとうございます。そして、宮島ワクワクウォーキングクイズラリーね、はい、こちらもぜひ行ってみてくださいね。はい、ぜひ皆さんも、はいはい、行きましょう。12月の27日の日曜日まで参加無料で、はいはい、273名にプレゼントが当たります。はいはい、お宿とかもありますし、もみじまんじゅうね、揚げ、うん、揚げもみじまんじゅうとかたくさん、蜂蜜とか。参加者さん全員になんですね。全員じゃないです。あ、全プレ、あ、もみじまんじゅう、うん、山田屋さんからは全プレがあります。はい、2個必ずもらえますので、はい、はい、絶対に行ってみてください。はい、皆さんも行きましょう。健康になりますよ。はい、ありがとうございます。本日のゲストは株式会社日向代表取締役小田康弘さんでした。やっくんでした。はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてパーソナリティは元気ワクワク笑顔とハッピーをお届けするエルコちゃんこと沖縄梨沙でした。来週のゲストは
象のうんちが世界を変えるの著者の冒険起業家上田久志さんです。お楽しみに。それでは笑顔で Keep a smile. See you next week. Have a nice day. Happy エルコちゃん。エルコちゃんタイムズでした。We had a really good time. Thank you for coming here to join us. Thanks again. Bye. じゃあ、バイ。バイ。笑顔でね。バイバイ。バイバイ。だから